はい、えー、皆さん、こんにちは、えー、レック専任講師、特定社会保険労務士の吉田達夫です。えー、今日がですね、四月の、これ収録しているのは、四月の十九日の日曜日なんですね、えー。緊急事態宣言が出されたのが、四月の八日ですから、だいたい十日くらい経ちました、まあ。その前からですね、まああのー、緊急事態宣言が出される前からね。 えーまあ、東京のです、ね、感染者数がこう爆発的に増えてきましてで、ね、小池都知事から外出自粛の、えー、要請が出たりっていう形で,です、ねまああのー、もう3月のです、ねまあ、後半というか、まあ、終わりぐらいからです、ねえー、皆さんが、まああのー、通学ではなくて通信の方に、まあ、だんだんこうシフトをしていって。 でこの緊急事態宣言を受けていよいよレックとしてもですね今のところは5月6日っていうことになるんですけれども果たしてね5月の6日で終わるかどうかね東京の感染者数が相変わらず高止まりしておりますんでちょっと予断を許さないところでございます。 まあその間ですね、えー、私はというとですね、えー、この講義に関しましてはもう誰もいないですね。このあの普段ね、えー、渋谷の教室をまあ誰もいないところを使ってですね、まああの収録をですね、まあ重ねまああの取りためという形でさせていただいております。で、えー、合格講座の方の場合には。 まあ、一応、生講義はですね、えー、一応な,な,なんとかぎりぎり厚生年金の、えー、ところまでは終わりまして、まあ、社会保険の一般常識に関しましてはですね、えーまあ、あのビデオで、えー、私のビデオをですね収録ビデオを見ていただくという形になってますし、えー、中上級講座の場合にはですね、まああのまあ、健康保険法の、まあねえー、最後あの 本試験予想当年からありましてでそこから先、まあ、国民年金、えー、厚生年金っていう形でですね、えー、ビデオを見ていいただくという形になります、まあ中上級の方はですね一番まあ本当大事な大事な大事な、えー、年金のところでね、えー、皆さん方のこう顔を見ながらちょっとできないっていうのはね、えー、本当に、えー、申し訳ないなというふうに思っております。えー、でもねねこれ本当に、ね 誰が悪いわけでもないわけですよ。はい。ねあのまああのある政治家だねあの方なんかはですね、これはもう第三次世界大戦だとね、えー。相手は新型コロナウイルスだということでね、えー、言ってる人もいます。ねもうみんなでねこの戦いにですねもうこのウイルスとの戦いにねもうとにかく勝利するしかないんですよ。ねえー、もう勝つしかないんですよね。うん。 えー、ですから、まああのー、そうは言ってもやっぱり、ね、非常に不安だと思います、皆さん方、ねえー、不安だと思いますけれどもここは、ね、もう本当はの,あの不安に思ってても怒ってても、あのー、どうしようもないわけですよ、ね、もうあの各いう私も、ね、かなりイライラしているところがありますよ、思うようにならないというところで。 ね、でもこれ怒ったってしょうがないんだよねもうね。うん、なんであのぜひですねまあここはもうね、まあ、私あの、ね、よく「ピンチはチャンス」ってね、えー、言葉がありますけれども、まあ、あのいかにやっぱり切り替えられるかっていうところがねやっぱりもう勝負になるんじゃないかなというふうにあの私も思ってます。皆さん方がが大大変変なのは私も分かっっっててますあのやっぱりね何が大変ってね あのまあ、通学の方なんかですとあの、ね、例えば平日のクラスですとね私の授業は火曜日と金曜日の夜7時からということになりますよね。で中上級の土曜のクラスの場合には、えー、土曜日の朝10時から12時半と1時半から4時という形でねもうあのこの日には行くんだと。 行くんだっていう形で,です、ね、あのこうスケジュールを、ね、して自分の体がそういうふうに動いているで逆に言うとそういうふうにしてるからこそ勉強が続けられるのに生講義がないっていうことで、ねえー、モチベーションが下がりそうだって、ねえー、なると思うんですけれどもね。あのー ここはですね、まああのまあ私も実にとはねちょっとあのこのテレワークをまあ事務所としてもですねやっぱりあのテレワークを推進しなければいけないっていうことで、まあ事務所の職員にもですねあのテレワークをさせていまして、か各員私もですねあのまあ事務所の方にね新橋の事務所の方には行かないで、ほぼほぼあ,あの自宅でっていう形で余っぽどのことがない限りねまあ行かないっていう,ような形に、えー、と取、えー、っております。 でえー、皆さん方にです、ねまああのまあ、テレワーク、ね、やりながら、えー、勉強する、ねえー、大変だとは思いますけれども、まあ、ちょっと心がけていただきたいことを、ね、いくつかお話をしたいというふうに思うんですけれどもあのテレワークって、ねあのまあ、リモートワークって普段ですと皆さん、ね、朝起きてそれで身支度をして。 ね、朝ごはん食べて身支度してそれで、えー、会社に行くとで会社に行くにあたってはね駅まで、まあ、自転車とか、ね、バスとか、まあ、歩くの方もいると思うんですけれども一軒駅まで行って電車の方でしょで普段まあ吉田クラス、ね、この渋谷で受けられている方にはね、まあ、吉田ベソットっていうことで、えー、家で勉強するんではなくて往復の電車の中とかそれからお昼休み そういったところで,です、ね、あの隙間時間を上手に使って学習してくださいねっていうお話を、ねえー、していると思うんですけれどもこれで、ね、多くがなくなったんですよ。うん、でね ついついね、やっぱりそのテレワークっていうことになるリモートワークっていうことになるとねあの通勤時間がないからあいやもうちょっとゆっくり寝てようってね、えー、なるんだけどもそこはですねですから例えば朝の6時半にいつも起きてたでもテレワークだと朝の9時からの仕事だからいや8時半まで寝てるよってなんかね そういうのではなくてもうそういう場合でもとにかく6時半に起きるでとりあえず身支度を整えましょうねまあ別にせびを切るっていうことじゃなくて、まああのねえー、ラフな格好ではいいかもしれないけど少なくともねパジャマとかねそういうねあのスウェットとかですねそういうのではなくてちゃんと一応身支度を整えてよしやるぞっていうですねあの気持ちをまず整えるでその上で あのいつもね往復の,の電車の中に乗っている時間っていうことをですね、まあ、ご自宅で机に向かって、えー、学習に当てていただくっていうことですよね。で,でまあ、テレワークが終わりましたねっ往復を集合しますこれでおしまいってなったら、まあ、その後通常ですとお家に帰るために電車に乗ったりバスに乗ったりしますよね。その時間を 乗ってるつもり、ね、行き電車に乗ってるつもり帰りの電車に乗ってるつもりでその時間を、えー、勉強に充てるということでテレワークだからといって自宅にいるからといってそのいわゆるだらけるということではなくて、ね、ついついやっぱねだらけやすいんですよこれあのこれはね私にも言えるの。うん、私もつ、ね、ついついね いやーもうどうせ今日はつっ,ったねやっぱりね6時半じゃなくてもうちょっと寝てよとかでねないそうなんだけどちょこままね,ね立ちするわけですよねそうしないとやっぱね気合が入らないからですからあのとにかく生活のリズムはいつも通りでそうすると時間が余ります通勤の時間がね行きと帰りの通勤の時間余りますその時間に勉強する、ね、勉強する行きの朝の1時間 帰りの夕方の1時間っていう形でね、えー、勉強するで何を勉強するんですかと,い,といつもと一緒、ね、ですから、えー、例えば一問一答過去問ブックを5回繰り返すあるいは、えーね、終わった科目に関してねもうあの今日が19日で今日今ちょうどですね社会保険の一般常識の確認テストまでもうこれ収録が終わったんですよね。 通常ですと渋谷でも生講義であれば4月の24日の金曜日で社会保険の一般常識の確認テストが終わりでございますからえそこから先っていうことになったらねまあテキストの読み込みということに入るわけでございますけれどもあのじゃあ、朝の1時間夕方の1時間っていうのをどう使うかっていったらもうまさにテキストの読み込みに使うわけですで。 電車の中じゃなくて家なんだけれどもそこは普段のお家に帰ってからの家と違ってもう通勤の時間というふうに捉えて、えー、テキスト読みなり、えー、復習の方はね、うん、一文字と角板ブックやらないという形で、えー、やっていただきたいなというふうに、えー、思っております。はいえー、というね、えー、形でねとにかくあの生活のリズムをあのー、あのー 通勤しているときと同じような形に、えー、持ってっていただく、ね。持ってっていただいて、それで学習を続けていただくっていうことをね、えー、お願いをしたいというふうに思います。はい。それからもう一つ。ねえー、4月の8日に緊急事態宣言が出されまして、試験どうなるのかなっていうふうに心配されたと思うんですけれども、えー 試験の要項が発表されました。ね。試験の要項がね、えー、こう発表されまして、えー、いつ試験なんですかって言ったら、8月の23日なんですよ。ね。8月の23日。ね。えー、いつも通りの、えー、時期にですね、この試験が行われます。試験の時間帯もですね、10時に着席して10時半,10時半から11時50分の80分間で選択式をやって、 12時50分に着席をして午後は13時20分から16時50分までの210分間卓越式をやるという、これは通常の試験と同じスタイルでね、行うことになっております。試験科目についても一緒ねっていう形になりますので、ここら辺はね、もう、あの、ま、いつもと一緒ということになります。 で、皆さん方にお願いしたいのはですね、とにかく受験申し込み書をですね、早く出してください。はい。今回は、 あのー、今ですとね、これ、申し込み、事件も案内にはね、一応、試験センターに直接試算してください。あるいは、ええー、ね、窓口に持参するか、あと郵送で簡易書き留め郵便で送るっていうふうな形になってますけれども、新型コロナの関係でですね、この試験センターへの直接試算っていうのが、基本できないことになっております。郵送という形になりますので、郵送の場合、 ねまあ、この5月31日の決心までというふうになってますけれども早め早めに申し込みをしていただきたいというふうに思います早め早めの申し込みが、えー、寛容でございますあの万が一にもです、ね、申し込みが、ねえー、するのを忘れてたということのないように、ねえー、これあの、いや、私あのそんなの聞いてませんでした。 ねえー、ですから、えー、5月31日過ぎたんですけれども受験の申し込み書を、あのー、受け取ってくださいと言ってもこれは、えー、受け取ってもらえません、ねえー、ですので、えー、必ず、ねえー、早め早めに、えー、動いていただくと、ねえー、いうことをです、ねえー、お願いをしたいというふうに思います。 それと、えー、受験会場ね、試験会、えっ、ー、と、受験資格っていうものも、えー、皆さん方は、えー、確認を、えー、しておいて、えー、いただきたいと思います。えー、初めて、えー、受験をされる方に関しましては、まあ、大学の、えー、卒業証明書、あるいは、修了証明書、卒業証書ですよね。えー、これの、お、写しということになります。まあ、なかなか、ですね、あの、 まああの大学もね今、授業をやってませんからですから学生会やってるかどうかっていうとね多分、もしかしたら学生課もあのテレワークでリモートワークとかっていう形でえ休みになってたりするとなかなかちょっと対応してくれない可能性もあるのでまあご自宅に卒業証書あると思いますね卒業証書のほうをですねえご準備いただく。 えー、っていう形でね、お願いしたいのと、あとは、えー、2回目、3回目の方ですよね。えー、そういう方はですね、えー、去年の、まあ、受験票なり、それから成績証明書、把握ーー、えー、取ってありますか、ね、ちゃんと取っておいてくださいね。 えー、それをです、ねまああのー、つけていただくということで、ねえー、お願いをしたいと、ねえー、受験申込書の方に、えー、添付をしていただくという形になりますけれども、えー、必ずです、ね、そういったところを準備をいただいて早めに、えー、申し込みをしていただくということでお願いしたいと思いますであとは、ね、試験会場も、ねえー、重要になってまいりますけれども、ねえー まあここに、ね、試験申込書のところに、ね、いろいろありまして、まあ、私の授業の場合です、ね、いろんなところありますけれども特に、ね、例えばあの東京ですよね東京ですと4か所あるわけですよ、ね、東京4カ所ありますでそうするとです、ね、自分の希望のところにです、ね、で受けられるとは限らないのでやっぱり、ね、そういう部分でも早めに申し込んでおいてください。 例えば日大経済学部に申し込んだんだけどもいっぱいで例えば明治大学の泉キャンパスになっちゃうなんてこともありますですので、えー、早めにです、ねえー、申し込んでいただくとにかくもう早め早め早め、ね、もう本当に4月中にでも、ね、申し込んでおいてください、はいねえー、5月になったらやろうとか、ね、そういうことを考えないでとにかく早めに申し込んで受験ができるような体制に取っておいていただきたいというふうに思います。 それともう一つは、まあ、万が一のことも考えてとにかく、ねまあね、最悪の、ね、ケースというのも、ね、常に考えながら、えー、動いていただきたいなというふうに思います。さああと、ねえー、私の近況ということだけで、ね、ちょっとお話をさせていただくと私ね、ね結構実は、ね、忙しいんですよ。な <laughs> んでかというと、ね、雇用調整助成金、えーまあ、この、ね、飲食店を中心にですね 休業になっってているでしょで売上下が下じゃないですかでもう雇っている従業員仕事させるわけにいかないから休んでくれとで、まあ、労働基準法でねそういう会社都合の場合にはね、えー、6割ね、えー、平均賃金の6割以上休業手当を払うえー、そういうのを払った場合に、まあ、払った分の、まあ、今回特例ということで9割まで、えー、雇用調整助成金というのが出るんですけれども。 それについいててての問い合わせがね結構入ってきてます、ね、どういうのを用意したらいいんだろうってねそういうのに、ね、あの対応したいとかってん、ね、でまず以降、まあ、バタバタとやっておりますまあそういう意味で私もねテレワークをリモートワークをしながらもね、えー、バタバタと動いておりまして、ね、あの忙しくお客様で忙しくさせていただいておりますけれども、えー、まあね皆さん方もねそうは言ってもねやっぱりもう精神的にはなんかいろいろとね ああもやもやしたものがあったりですねいろいろあってですねちょっと落ち着かない部分がありますねいつまでこの騒動が続くんだろうという不安もあります、ね、でもまあ皆さん方はね、えーまあ、私も一緒です、ねえー、不安なところがあるけれどもこれもうどうしようもないんで、ねえー、ぜひですね、まあ、あのとにかくのピンチはチャンスということをね、えーまあ、常にね 意識をすると、ねえー、もうそれしかないなってもう文句言ったってしょうがないもん、うんうんあのー、もう文句言いたいのは私なんて文句言いたくてしょうがないもんもう、うん、だけど言ったところで解決するわけじゃないから、ね、もうとにかくみんなで一致団結してもう乗り越えるしかないし、ねえー、とにかくあの、ね、一緒に頑張りましょうで,で、えー、皆さん方とですね、えー、早く 生講義の場でお会いできることをですね、私も切に願っております。えー、ね、ぜひ一緒に頑張っていきたいというふうに思います。ね、この、えー、貴重な経験がですね、あのゆくゆくね、大きな経験できたっていうふうになれるようにね、えー、みんなで頑張っていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。はい、以上、えー、レックセン任講師吉田達夫でございました。